はい、じゃあ OK かな、続き取れてるかな。じゃあ続いて国境を越えたあたりでスタートしていきます。喋ることないからラジオ喋ることないからラジオに頼るっていうのもどうかと思いますがね。でもなんかルートっていうのはなんかランダムらしいですね。この走ってる道、最初に3つ選ぶんだけど、その行く途中の道は全部ランダムで作られてるみたいな話は聞いたけど、どうなんでしょうね。喉がイガイガしてきた。ロータリーいるかこれ。道は最後はどこに行くんだろうな、ゴールはどこなんだ。ただ走るだけなのか。あれ舗装されてない。わわ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 、三人称とかできないのか。ないな。わあすごいすごいすごい。バールトランクにしまったよな、忘れちゃった。すげえ道だなおお。すごいなんか女子を引いたような音がした。こんなオフロードの道でギャーなんて言うのか。すごいな、これ混合比間違ってんじゃないのか。一人でやるにはちょっと寂しい感じもするな。面白いけど。スピードによってこのハンドルが切れる角度が多分あるから、結構ちゃんとスピード下げていかないと事故るな。言ってブレーキガンガン効くんですけどね、ギュッて効くんですけど。
丈夫か、これ再び来るか、これいくらランダムとはいえ。再びじゃないですか、やだー。ハイエナ、ハイエナ、ハイエナ、ハイエナチャンスを見逃さないぜ俺は。装備がすごい、めっちゃいいエンジン積んでるっぽいぞ。これ全特化しましょうや。こんな野ざらしの車と全特化するのもいかがなものかと思うけど、やったぜ。エンジンあちらちらでしょうけど、じゃがじゃん、ほい。はい、説明不要、やったぜ。あとは何があるんだ、絶対こっちの方がいいよね。あと剥ぎ取れそうなもの、なんだデイズ要素があるのかこれ。あれ、あ、いいのか、よしよしよし。素手でもぎ取ってますよ。シャチな工具など一切必要だ。違うな、外すパーツを間違えたくさいぞ今の。取り外しの順番なんか関係ねえ。おお、おお、なんかいいんじゃないでしょうか。あのパラメーターみたいなあれを見てないけど、いいのかな。あ、違う、外しちゃダメだ。あ、違う、もう入ってるウォーターをこっちに入れるっていう、そういう高等テクニックはないっぽいな。じゃあポイで、でもなんか直す箇所が増えてしまったな。当然といえば当然だ。まあ次のガソスタで探そう。オイルも買わなきゃいけんし、あれでもこれな、ツーストーンなのかなこれ。あ、閉めちゃった。あにゃ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 、これは何エンジンだ、ネイキッドエンジン。あー、これもツーストーンだ、くそ。トップスピード120キロ、20秒で80キロ出せる、すげえ白物ですよ。いろいろ性能があるみたいですね。タンクはリッチオイルミックス、まあいいでしょう。ちょっと楽しくなってきたぞ。
それはあるんだけど、なんだっけ、これの名前、ど忘れしちゃった。あの、なんだっけ、タバコに火つけたあれ。あれはあるのに、タバコは中に持ち込めないっていう、謎のシステム。あれ、そろそろでも違う、あ、でもちょっと違うよな、ちょっと違くない、そうでもない、関係ないか、うわ、あ、でも再びではない、あ、再びだった中も見た方がいいのかな、中までなんかあるわけないよな。そしたらめんどくさいぞ。なんか違う？橋か。なんだあれは。うわぁ、暗くてよくわからないが、ん？踏切だ。なるほど。動画っていうかあれだな、ストアページのあれだと線路の上も走ってたけど、俺はそういうことはしないぜ。あっ、絶命都市だったら死んでたぜ。なんで結局あの道行かなきゃいけないってことじゃんな。大丈夫かな。電車来る、あ、でも電車止まってるわ。電車が止まってる？なんかありそう。パーツよこせや。あ、あるじゃん、あるじゃん。鍵付き。なんかお酒？どうぜ、大正解ですね。あとバールどこ行った、バール、うりゃー、値札剥がせよっていうソーセージみたいなやつが入ってる。よっしゃ、大儲けやで。後ろのトランク閉め忘れたから引いてる、臭いな。やったぜ、なんか知らんけどやったぜ。これ何なんだ、ソーセージみたいなやつなんだよな。置く場所が
ちゃいっぱいあるじゃん、これ。なんだよ、これ。これもよくわかんねえんだよな。判定が。これで次の街行ったら大儲けやぜ。もういっぱい、もう持てない系か。じゃあ行こう。ちょっと待って。やったやった。後ろの寝袋が気になるんだけどな。ホラーゲームだったら絶対後ろから電車来るよね。こんぐらいでとこそろそろ町に着くと思うから、町に着くと思うからっていう希望だけどね。なんか手間がかかるなと思ったけど、実際だったら前向いたままサイドブレーキとか下げるもんね。いちいちこうやって見るからなんか面倒くさく感じるんだなって思ったら、あ、最悪だよ。わずか目の前にあったっていう事実でクソったれ。補給しなくてよかった。後ろは磨けないですか。チョプチョプしなきゃダメか。よし、地味。さあ、売ろう。てか大丈夫かな、これ電気つけっぱなしにしたら、もしかしたらバッ
テリーが奪ってしまうとかいう、そういう変なリアルさが。まとめて売りてえよな、挟まっちゃって。はーい、一瞬可愛いと思ったけど顔こつ。ちょっと待って、3つしか持てないのすごいミラつくぜやんすよ。なぜタイヤを持った。そうだ、なんか変なお酒っぽいやつ。おお、うん、あとはバッテリー、でもないんだなこれ、うん、タバコは何でもないアイテムなんだな。イエス、オイルあるやん。オイルとキペラキット、あ、違う、危ない。よかったら足とかないと。よし、食事はないんだな今思ったけど、食事という概念はないのか。さっき後ろに積んだ少し入れたガソリンタンクはこれか、これを入れられるのか。これは売るしかねえな、もったいないけど。
回修理しちゃうか。あ、違う。財布は戻して OK。 売らないで入れてもよかったかな。バックしなきゃじゃん。ああ、チャーブ。この状態じゃん。横着が、横着でせいで死にそうになった。そんなオイルなくてもツーストだから大丈夫でしょ。修理もしちゃおう。よし、これで完璧だ。で、もう一回あれを買って。買い上げ完璧だな。強いて言えばもう一個オイルがあれば完璧だったわ。まあそんないらないでしょ。はいはい、よし行こう。クラクションはないのか。シガーソケット、そう、シガーソケット。これシガーソケットじゃないこれ。でもこれ、あれだよね。ハザードのマークだよね。よくわかんねえな。いや、久しぶりに絶好調ですね。道がオフロードだから全然なんかすごい感じしないけど、わわ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 、かっ飛ばすぜ。お、ハイエナタイム、ハイエナチャンス。内装は何もいじる必要ないのか。あった。へへへ、ペロペロ。
バコっぽいな。そうなとこない気がするな。タバコだけパクろうかといって一個しか置けない。オイルパクってどれだけ置けるかな。オイルパクってもそんな置けねえな。いっぱいタバコあんのに。本当に入れる場所ないの？どっか。タバコでしょ、タバコでしょ、たかが知れてるじゃない、タバコなんて。ですよ。あっち戻ってタバコ入れてもいいけどめんどくさいからな。とりあえずここで区切って売りに行っとくか。もったいないけど。ということで一回切ります。あっちょっと売りに行こうかな。いいや、とりあえず録画を切って売りに行ってきてそこからまたスタートするか。それでいいかな。じゃあ今回はとりあえずここら辺で。バイバーイ。